ぞ。皆様どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。我々としては、このアジアから西海岸初めてのサンディエゴ、これを選択させていただいて、今後多くのお客様にご利用いただこうというふうに思っています。米国の中でもファルコンをはじめですね、非常に有望な企業が出てっている、いう観点が一つ、それからリゾート地としても非常に素晴らしくて、日本では若干知名度は低いと思いますけれども、アメリカの国内、アメリカ人にとってみたらこのサンディエゴに住むというのは非常に人気が高いところであります。多くのアジアからのお客様がお楽しみいただける地域だと、このように思っています。十分ご利用いただけるんじゃないかなというふうに思います。